堀川観光バス株式会社は、福岡県かす郡海町に本社を置く貸切バス事業者である。車両、通称プラムライナーと呼ばれ、白地に福岡県下である梅が描かれる。もともとは、福岡県八女市の堀川バスの貸切部門であったが、2008年8月1日に、福岡市で自動車教習所等を展開する株式会社マイマイに売却され、 別法人として独立した。それ以前の遠隔は、堀川バスを参照のこと。堀川バスより移管された。移管当初は、福岡県八女市本村545に本社を置き、現在の本社は、福岡営業所に移設している。三菱不装と日野が中心で、伊須津社が少数在籍する。日野、セレガや三菱不装、エアロエース等が導入されている。また、 西日本車体工業製ボディを採用した車両も残存している。北海道の宗谷バスでは、夏季繁忙期限定で、逆に夏季は換算期となる、沖縄県のバス事業者より車両と乗務員を借り、受け入れているが、これを知った堀川観光バスでは、修学旅行等で繁忙期を迎える時期に車両と乗務員の借り受けを打診。二千十二年十月十七日に運転手四名と、 前年に導入された新型車両3台が福岡県へ向かって出発し、同月下旬から12月上旬まで稼働した。ありがとうございます。